さあ両チームフィールドの位置を変えまして攻守方向を変わりましての第2クォーター開始となります。今度は池田ワイドバーズスタンドメインスタンドから見まして左から右に攻める格好に変わります。先ほどのプレー反則およびロスプレーが続きまして大きく後退し自陣3ヤードの地点からのセカンドダウン27という状況で池田ワイドワーズ試合再開になります。パス不成功。ここでクォーターバック10番一気にロングパスにより状況打開を図りました。ターゲット21番でしたがしかしこれは関西学院読んでいたかダブルカバーで阻止しております。ワイドバーズ攻撃権一つ失ってサードダウンに変わります。池田ワイドバーズサードダウン27。ここで奇襲クイックパンプ。ここで池田ワイドワーズ奇襲をかけました。クイックパンと通常のプレーをすると見せかけてそのままパントをするというプレーを選択しました。先ほどからご説明の通りパントは攻撃放棄ですが池田ワイドワーズあえて3回目の攻撃権でここのパントを行いましてリターンできない状況で関西学院の陣に対してパントを行うことで陣地挽回を成功させています。しかしその位置は約30ヤードほどの前進となりまして関西学院自陣相手陣31ヤードからの攻撃に変わります。関西学院自陣失勢相手陣31ヤードからファーストダウン10。さあまずはクォーターバックのランプレー。一気に自ら中央突破しまして相手タッチを受けましたがしかし約9ヤード失礼しました約4ヤードの原因としています。しかし素晴らしいランをしましたのはクォーターバック12番の宮田チームのバイスキャプテンです。関西学院相手陣27ヤードからセカンドダウン6。今度はパスプレークォーターバック12番今度はセットバックフォーメーションからワイドレシーバー21番にパスを通しました。パスとランと見せかけてパスを通しましてゲインしています。しかしわずか1ヤードの地点でタッチされましたので次はサードダウンの攻撃となります。パスを投じたクォーターバック12番は宮田取りました。ワイドレシーバー21番は山田です。関西学院サードダウン残り1ヤード。ここで中央へのプレーナイスランファーストダウン。関西学院ここは手堅く1ヤードを中央へのランプレーで突破しました。キャリア14番見事に期待に応えまして攻撃権更新関西学院ファーストダウン。攻撃権更新果たしたランニングバック14番は平です。これにより関西学院相手陣9ヤードの位置に入りましてファーストダウン2ゴールに入ります。さあ相手陣9ヤードから関西学院ファーストダウン2ゴール。タッチダウン。ここで一気にクォーターバック2番ロングパスエンドゾーンに向けて浮いたパスを投じましてワイドレシーバー21番がこれに競り合いまして見事キャッチし攻撃タッチダウンを上げまして関西学院6点獲得となっています。相手ディフェンスがカバーできない高さを生かした見事な技ありのタッチダウンパスでした。そのパスを投じたクォーターバック12番は宮田そして取りましたワイドレシーバー21番は山田です。素晴らしいホットラインでした。
さあ、そしてトライ4ポイント、ここでプレーを選択します。2ポイントコンバージョン、キックではなくプレーによる2点を狙います。2ポイント成功。今度はクォーターバック12番、手前からブロッカーとして出つつ、そのままレシーバーになったワイドレス、ランニングバック14番にパス、これを見事キャッチしまして、関西学院2点獲得としました。スコアはこれによりまして関西学院中学部ジュニアファイターズ14点、池田ワイドバーズ0点となりました。ここで池田ワイドバーズ前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは前半後半に3回ずつ両チームともにタイムアウトを取ることが許されています。ここはプレー、そして攻守の切り替えの場面でしたが、チームが今浮き足立っていると判断したか、ワイドバーズあえてこの段階でタイムアウトを取りました。 YouTube のライブ配信をご覧いただいている方々は、チーム名の下側に黄色いバーの表示があると思います。このバーの表示の残り数がタイムアウトの残数としてご理解いただければ幸いです。現在状況は関西学院14点、池田ワイドバーズ0点という状況になっています。このタイムアウトによりまして、池田ワイドバーズその立ち位置を確認し直すことができたでしょうか。関西学院はこのまま勢いに乗じるでしょうか。まもなく試合開始のキックオフ、試合再開のキックオフです。さあ、このキックオフリターンどのような形になるか。さあ、これをリターナーキャッチしましたが、この時に膝をついてしまいました。この位置でプレーは終了する形になります。池田ワイルドワーズ自陣25ヤードの地点からの攻撃となります。池田ワイドバーズ自陣25ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック10番、プレッシャー感じながら左にかわしつつ、ワイドレシーバーへのロングパス。しかしこれはディフェンスのカバー厚く、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失いまして、セカンドダウンに変わります。池田ワイドワーズセカンドダウン10、ボロン自陣25ヤード。さあ、今度はランプレーによる突破を図ります。ランニングバック8番、ハンドオフから左オープンに展開。しかしこれも関西学院のディフェンス厚く、ゲイン1ヤードにとどまっています。池田ワイドバーズ残り9ヤードのプレーを果たしてどのようにして突破するでしょうか。池田ワイドバーズサーダーン、パス不成功。ここでパスプレーによる突破を図りました。クォーターバック10番、ターゲット12番にパスを投じましたが、12番これをキャッチすることができませんでした。結果的にフォースダウンに変わります。
池田ワイルドワーズフォースダウンナインパントフォーメーションを選択します。ここでフリックプレイ、さあ1点まだ続く、フリックプレイファースター、ここで1点スペシャルプレイでした。パス担当すると短く、そこからパンターがパス、これを見事にフィールドに出ましたワイドレシーバー21番がキャッチし大きく前進、見事ギャンブル成功させまして攻撃権を継続することに成功しました。池田ワイルドワーズファースター、見事なキャッチを決めました。池田ワイルドワーズ21番は松野、チームのバイスキャプテンがここで大きな仕事を決めました。さあこれにより相手陣に一気に入りましての池田ワイルドワーズファースター点、パス成功、クォーターバック12番ポケットにとどまりプレッシャー迫る中ロングパス、これはパス不成功に終わりましたが、しかし10番見事にポケットに振りとどまる素晴らしいファイトあふれるプレーでした。なんとか池田ワイルドワーズこれを得点に結びつけたい。ボールオンは相手陣32ヤードから池田ワイルドワーズセカンドダウン10、さあここでフェイクプレーからのピッチで左オープンの突破を図りましたワイルドワーズ、キャリア8番オープンを展開しようとしましたが、しかし関西学院のディフェンス厚く約5ヤードのロスとなっています。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクが入ります。さあここで池田ワイドバーズフォースダウンシチュエーションで見事にフェイクプレーを決めまして大きく相手陣に入った状況になっていますが、しかしサードダウンロングの状況に陥っています。なんとかこの攻撃を生かしたいところではありますが、このウォーターブレイクが果たしてどのような形を結果を生み出すものになるでしょうか。現在 YouTube のチャット欄の方は通信回線の都合上受付ができない状況になっているようです。誠に申し訳ございません。可能でありましたらこの YouTube のコメント欄のところにメッセージ等感想を入れていただければ幸いに思います。さあ試合再開となります。池田ワイルドワーズ相手陣37ヤードからサードダウン15、パス不成功、クォーターバック10番プレッシャー迫る中ワイドレシーバー12番にパス、しかしわずかにパスショートしましてパス不成功となっています。関西学院その攻守ラインの面でもワイルドバーズを圧倒している状況になっています。ここで池田ワイルドバーズ前半2回目のタイムアウトを取ります。状況はフォースダウン15という状況ですが、何らかの策を講じるでしょうか。このタイムアウトの解けた後のプレー非常に注目するところになります。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。池田ワイルドバーズフォースダウン15、さあプレーに行った、インターセプト、ターンオーバー、
ここでワイルドボアーズはフォースダウンでプレーを敢行するギャンブルプレーに出ました。クォーターバック10番パスを投じましたが、しかしそのパスを取ったのは関西学院14番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、インターセプトをしましたのは関西学院中学部ジュニアファイターズ14番の平、本日攻守兼任で活躍しております。さあこれにより関西学院の攻撃に変わります。ボールは自陣36ヤードから関西学院ファーストダウン10。さあ抜けていく、ナイスラン、ファーストクォーターバック12番、ここでキープレー、味方ブロッパー生かして中央突破し一気に独走、大きく相手陣に入りまして攻撃権獲得です。関西学院ファーストダウン。クォーターバック12番は宮田です。チームのバイスキャプテン。関西学院相手陣30ヤードに入りまして、30ヤードに入りましてのファーストダウン10。今度はセットバックフォーメーションからランニングバックに渡しての中央へのランプレー。ランニングバック20番、27番密集点突破しまして約5ヤードのゲインとしています。オフェンスライン陣も奮闘しましてこのランニングバックの走路を確保しています。キャリア27番は黒谷。関西学院相手陣25ヤードからセカンドダウン5。さあ再び中央へランプレー、今度はキャリア42番が左オフタック付近を突破しまして攻撃権更新です。関西学院ファースター、キャリアは42番は佐川でした。しかしオフェンスライン陣が素晴らしいブロックで、そのランニングレーンを確保していっております。これにより攻撃権が更新しまして関西学院相手陣19ヤードからファースターアンテン。再び中央へのランプレー、これも密集点へのランプレーです。ブロッカー陣が素晴らしい活躍をしております。約2ヤードゲインとしています。タッチで止まります。タッチフットボールの場合は中央へのランプレーは比較的出にくいプレーですが、関西学院見事にそれで攻撃を展開しています。関西学院相手陣17ヤードからセカンドダウン8。さあ今度はクォーターバック12番の中央突破、果敢に中央をこじ開けるようにランプレー重ねます。これにより関西学院さらに2ヤードゲインとしています。ここでホイッスル、これ関西学院がタイムアウト前半1回目を取ります。現在関西学院が攻撃権を得ておりまして、中央へのランプレーで確実にゲインを重ねていっております。さあしかしここで策を講じ直すのでしょうか。ここで関西学院はタイムアウトを取りました。前半残り時間は1分22秒となっております。さあタイムアウト解けまして試合再開になります。関西学院サーダン6、ボールオンは相手陣15ヤード。さあクォーターバックがキープレーに転じた、
パスを投じるターゲットなくスクランブルとしましたが、果たして攻撃権更新になったでしょうか。わずか1ヤードしかし獲得なっておりません。フォースダウンに変わります。関西学院、ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールはフィールドの中で止められた場合にはここで時計が回り続ける形になります。前半残り時間まもなく1分を切ろうという状況にありました。関西学院、ここでタイムアウトを使いました。さあこのタイムアウトでどのような策を講じる形になったでしょうか。そしてそれに対してワイドバーズ阻止できるでしょうか。試合再開です。関西学院フォースダウン残り1ヤード、プレー選択します。ギャンブル、1ヤード前進しないと攻撃権を失います。パス不成功。ここで関西学院はプレイアクションパス、ランに見せかけそこからパスプレーを投じました。しかしこれはワイドバーズ見事対応しまして、このプレーを阻止。4回目のプレー失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。窮地にありました池田ワイドバーズですが、ここで素晴らしいディフェンスをしましてこの攻撃を断ち切りました。さあこの勢いをこの残り1分1秒を攻撃で生かすことができるでしょうか。池田ワイドバーズ自陣15ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレーをまず展開しました。ランニングアップ1番ハンドオフから左オフタックル付近を上がろうとしましたが、ゲインはしかし1ヤードにとどまっています。池田ワイドバーズランニングアップ1番は杉原。池田ワイドバーズセカンドダウン9。ここでトラブル発生。ハンドオフアクションの際にボールをファンブルが発生しました。しかしそれはなんとか自ら抑えておりますが、抑えました地点が後方でしたので約4ヤードロスになっています。ここでホイッスルが鳴りました。ここで前半戦終了となります。前半終わりまして関西学院中学部ジュニアファイターズ14点、池田ワイドワーズ0点、関西学院が2タッチダウンリードする形で前半戦終了となりました。前半を有利な形で終えることに成功しました関西学院ですが、このまま試合を優位なまま終了する形に成功するでしょうか。はたまた池田ワイドワーズが後半このハーフタイムを生かしまして逆転の糸口を見出すことができるでしょうか。試合はここで一旦ハーフタイムに入ります。配信の方も一旦ここで音声の方を切らせていただきましてインターバルとさせていただきます。試合再開までしばらくお待ちください。